は昼食にどん兵衛牛だしカレーうどん、はい、こちらとスーパーの元300円弁当ですけど、唐揚げがちょっと増えてほぼ400円弁当になったお弁当です。コロッケを一つ買ってまいりました。このコロッケはここに入れたいと思います。というわけで夕方前に昼飯食います。よし、こさて、こーっとさあ、こうよっしゃー。あ、はい、どうも。今日は2回目飯動画、パチモス協会でございます。葉月ルーペ欲しいというわけで早速ご飯を食べたいと思います。葉月ルーペってだけどあれかな、老眼に関係あるのかな。小泉慎太郎も、小泉慎太郎やったっけ、小泉慎太郎ちゃうわ、あの人誰やったっけ、息子、小泉慎太郎か、誰やった、あの息子もやってたよね。おばあちゃん出てるの、タチさん言ってやってたからな。若者でもつけれるんかな、どういうことなんやろな。老眼とは関係ないんかな。コロッケ入れます。これは浸します、はい。あ、さっき混ぜたらよかったな、しっかりと。このね、コロッケがね、溶けるか溶けないかぐらいが一番うまいんですよ。というわけでいただきます。眩しかったらすいません。あー、うまい、うん、唐揚げ変わったのかな。変わってよね。やっぱし飯うまいな。本当はね、カツ丼食いに行きたかったんですけど、最近ちょっとお金使いすぎなんで、こんな感じ、うん、これ100円ぐらいだし、これが400円近くだったら600円、うん、カツ丼となんかこっちは1000円ぐらいするからね。とか言ってね、だけどスーパーの弁当やからさこれだけ買って帰らへんやん。フルーツグラノーラのチョコレートとかさあってさ、あ、パリパリアイス昨日美味しいって昨日コメント書いてたもいたしからさあ、パリパリアイスも食いたいってやってたのに3000円つこたわ結局。飯食いに行ってまっすぐ帰った方がお金かかってへんかったな。ついついお菓子も買っちゃったし、うん、うまい。このカレーうどんの出汁が染み込んだコロッケ超うまい。本当はマルちゃんの黒豚カレーがいいんですよ。最近売ってない。
先週のね休みね、学校も行けず風邪でダウンしてたんですけど、先週ゆっくりしたし、今週昨日の夜ね、実は微妙にねすごい飲みに行きたかった。うん、だから車のねワイパー買いに行かなあかんかったから、一旦車で出て帰ってきてから電車で行くっていうことをしなあかんかったから、結局やめた。だけど行っとけよかったなと思うんやけど、今日なったら今日なったで朝掃除してゴミ出ししたらもう何もやりたくなくなってさ、先週もダラダラしてたのに今週もダラダラだわ。例えばね、まあ、彼氏彼女とかいる方、まあ、結婚されてる方は多分ないと思うけど、彼氏彼女いる方ね、休みの日とか例えば会う時は彼女のとこ行きますか、彼氏ん家行きますか、うん、これさ全然違うよね。彼女が彼氏ん家行ったら彼氏としては結構潤うことが多いやん。例えば掃除してもらいたいとかするかもしれんし、買い物してきてくれたりするやん。男って多分彼女のとこ行ったって飲み物と食い物もそのまま行けるもん買うし、彼女が彼氏が来たら彼氏が来たら彼女が作るしさ、彼女としてはうまみがそんなにないよな。ただうちに来てくれたっていう嬉しさはあるかもしれないけど、どうですか皆さん。久しく俺女の子の家行ったことないけど、うん、ほんと久しく行ってないやん。年単位で行ってへんな。あれ彼女の部屋とか行きたいな。まあ、彼女の部屋じゃなくてもいいけど、女子の部屋、うん、一人暮らしの女子の家に行きたい、うん、うめ。昨日ねディープキスしますって嘘言うとったんやけど、コメントでね、旦那さんと行くときにハグしてチューしていってらっしゃいするってね、いやそこそこその人子供もでかいんやけど、いや素敵やんみたいな、うん、子供とかそれ見えたりするのかな、こういう人ってね。旦那さん見送るときにどいつチューって、まあアラフォーぐらいと思うんですよ、うん、単純にさ日本の夫婦でさ
アラフォー以上でさ、手つないで歩いてることがあるとするならば、体の方がもう体不自由で、老衰と 老人で、うん、大丈夫っていう手のつなぎ方だって思うんだけど、ラブラブで手つないで、ないよね、あんまり。あるんかもしれんけど、チャーミーグリーンみたいなもんないよね。ディープキス、彼女の部屋、なんかよりも手すらつないじゃないや、おっさんって。繰り返すと切なくなるんで、今日はこの辺にしときたいと思います。よくよく考えたらちょっと冷やがっとるな。というわけで、バテモス協会、今日はコロッケカレーうどんと、もう400円弁当でございます。ごちそうさまでした。ございました、ございました、ありがとうございました。というわけで、今日の飯動画はここいらでお開きにしたいと思います。というわけで、また明日会えたらお会いいたしましょう。バテモス協会でした。